こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いてみます。今日の四字熟語は空中楼閣です。意味は空中に築いた建物の意味から、実現しそうもない空想や現実性のない架空の計画理論の例えです。砂上の楼閣も同じ意味です。空中楼閣の使い方は、空中楼閣を描くや空中楼閣に過ぎない夢物語などと使います。今から空中楼閣を楷書で書いてみます。それで今から空中楼閣を行書で書いてみます。それで今から空中楼閣を草書で書いてみます。だから空中楼閣の創作作品を書いています。
最後までご覧いただきありがとうございました。